続いて大獣宇宙ですが、こちらも選手が10人揃ったようです。何やらチームの団結を強めるために面白いことをやっているようです。代表選手の踊ってみた動画ならきっと再生数が稼げるはずだ。この踊り楽しい。大会が待ち遠しいね。そうですね。